はい、といった感じで急いで乗り込みましょう。ドアが閉まります。ちょっと遅かったかもしれない。いやー、すごいなー。てかね、今日結構混んでるんで、今から席探さないといけないんですけど、八戸で降りててくれないかな。無理かな。これ確か新函館北斗の最終か。はい、列車は東北新幹線の終着駅新青森に到着です。この列車はね、まあ乗る時も言ったかもしれないですけど、ね、最終の、まあ、新函館行きの早草号だったと思います。なのでまあもうこの列車が行ってしまうと、ここにね、あのここより先に行く列車っていうのはもういないと思われます。ちょっと駅名表だけ取っておこうかな。やっぱ結構な人がいるな。これ多分あれだな、やっぱり僕と一緒で東日本パスの方々ですよ。いつかこの表記も見ることが少なくなることになるんでしょうね。札幌まで伸びるわけですから、北海道新幹線。え、何これ何これ。おお、最後まで頑張れよ。ホームドアが閉まる。いやー、青函トンネルを進むか。といった感じで、じゃあ新幹線の旅は、まあ今日は以上でございます。売ってない。青森銀河で買おうかなと思ったんですね。あ、マジ寒い。寒い地域の匂いがする。こんなんで来るまでね。あ、まだ来てないんだ。さすがにちょっとやばいかな。青森からタクシーかな。歩けるかな。死ぬかな、歩いたら。まあいや、もうなんかフェリー乗れんだら乗れんだらで、まあなんかすんまへんみたいな感じで、いや、さすがにまあちょっとなんか言っとくけどさ。やっぱそうなんだ。そこのエスカレーターが下がってきてすぐとかではないんだ。7分遅れだそうですよ。いや、上に行ったらもうちょっといい感じに見れるんですけれども、とりあえずここで撮りました。いやー、初めて来た青森駅。僕も寝台列車が走ってる間に1回は来たかったんですよね。これまだぶら下がってんのが面白いな。あれでな、もっと北斗星とかね残ってたら面白いんですよ。あれ、青森にもこっちは売ってんだ。買ってこ、冷たいやつ買ってるか。しゃあねえな、あったかいのが一番いいんだけど、まあいいや。